控え室浦川大公開。ナンバー、愛の緊張と興奮が伝わる瞬間に密着。新たな音楽の舞台が待ち遠しい。そんなワクワク感に包まれていますね。春の2時間 SP まであと6日というカウントダウンが始まりました。このスペシャルイベントでは、ナンバー、愛が、ゴートという楽曲を披露し、民放のテレビ局で初めての出演を果たします。まさにこれは待ち遠しいですね。新たな舞台、初めての場所。 飛べの専用新しい練習場か、レンタル場か、あるいは北へ室的な場所かはわかりませんが、新鮮な三人の姿を見ることができると思うと、ワクワクしてきますね。自分自身が楽しみで、思わず涙が溢れるほどです。初めて見る場所での練習風景や、楽曲の準備を見ることができるなんて、本当に嬉しいことです。たった7秒の映像でも、こんなにも心躍る瞬間があるなんて、本当に素晴らしいですね。 控械室の場面では、紫輝くんが見慣れたスウェットを着用している様子がありました。さりげないけれど、彼のお気に入りなのかもしれませんね。そして、番組に関わるスタッフや関係者たちも、ナンバー、愛の出演を心待ちにしていることでしょう。彼らの新たな一面やパフォーマンスが、どんな風に放送されるのか、本当に楽しみです。飛べの新しい練習場、あるいはレンタルされた場所。 それとも控え室のようなところかは定かではありませんが、初めて見る場所で新鮮な三人組の姿を拝めるとのこと。これは待ち遠しいですね。私たちファンにとって彼らの新たなステージを見ることができるのは何よりも喜ばしい瞬間です。そんな場面を想像するだけでもう涙がこぼれそうです。撮影された瞬間の画像や練習風景を見るとますます興奮が高まりますね。そして、 控え室のシーンも放送されるとのことで、さらに楽しみが増しています。アーティストたちが緊張や興奮を共有し、最後の仕上げをしている姿を見ることができるなんて、ファンにとっては至福の瞬間です。3月30日の放送が近づくにつれて、私たちはますます興奮しています。番組では、 新しい形の音楽番組の MC として、うどうさんとアーティストナビゲーターとして、松下洸平さんが抜擢されていることも発表されました。彼らの息の合った、和やかな雰囲気は、期待を高めるばかりです。これから、毎週土曜日が楽しみになりそうですね。ただ、沖縄には日テレ局がないため、w i ミュージックをリアタイで視聴することができないという声もあります。しかし、後からトバーで見ることができるようにしてほしいとの願いがあります。 ナンバー、愛のステージを見届けたいという思いは、とても強いものです。どうか、その願いが叶うように願っています。さて、あなたはこの番組を楽しみにしていますかナンバー、愛の新たな一面を見ることができるこの番組に、どんな期待を抱いていますか彼らのパフォーマンスが、どんな風に感動を呼び起こすのか、想像するだけでワクワクしますね。今回の番組で、彼らの魅力がさらに多くの人々に伝わることを願っています。 では、皆さんはどんな瞬間を待ち望んでいますかこの番組を通じて、新しい発見や感動が待っているかもしれませんね。楽しみにしていましょう。